煙詰めは初期状態で全ての駒を盤上に配置し必要最低限の枚数で詰め上がる詰め将棋の総称である。盤上に配置された駒が煙のように消え失せて最後の積み上がりとなることからこの名称で呼ばれる。競技には盤上にこう型の玉以外の39枚の駒を配置した間を含めて3枚の駒で詰めるものを指す。講義には 特定の駒をすべて配置し、最低限の駒で詰めるものを指す。また、盤上に39枚より少ない駒が配置され、詰め上がりが弾を含めて3枚となる詰め将棋をミニエンと呼ぶ。主なものとしては以下のようなものがある。煙詰めを初めて発表したのは、江戸時代の将棋雑誌である初代伊藤漢樹であり、1755年に幕府に献上した作品集。 将棋図匠に収録されている。漢字が煙詰めを考案するきっかけは不明であるが、三代伊藤総監や黒島機内らは、漢字に先駆けて盤面に20枚以上のコマを配置して3から4枚のコマで詰め上がる問題を発表している。漢字の発表後、煙詰めの創作を試みた人は何人もいたが、いずれも失敗に終わり、創作は不可能ではないかとも言われていた。 1954年に黒川一郎によって落下が発表される。これが史上2作目の煙詰めである。その後多くの人が作品を発表し現在に至っている。煙詰めの黎明期に何問もの作品を発表した田中宝冠は玉木愛え40枚のコマを配置した作品を3作1960年に発表している。宇宙、地陰、人生と名付けられた。 この三作が最初の創玉園である。その田中は小駒だけでは玉を捉えられないと予測していたが、1963年に黒川が上河を発表して、この予想を覆した。この作品が初の小駒煙である。翌1964年、山田修司は船支援、食女と貧乏園、剣豪を発表した。処刑が39枚でない、主な 煙詰めはこの時点で一通りで揃ったと言える。駒が4枚残る。とえんは1967年に駒場和夫によって発表された。夕霧、かぐや姫、父帰ると名付けられた三部作は発表された当初、煙詰めとして認めるべきか議論が起こったが、現在は煙詰めの一分野として認められている。手数で見るとは長編の詰め将棋に属し、その多くが、 積みまでに100手以上かかる。煙詰めは、積みまでに、不要な駒をを全て消さなければならないが、駒が消えるのは玉方が駒を取った時のみなので、理論上の最小手数は36枚にてプラス1、種、イコール73手であり、通常の煙詰めではこれ未満の数値はありえない。田中伊タルは85手の作品を発表した時に、実際の最短手数は80手を切らないのではと、 予想したが、1997年に79手の副料が発表され、この予想は覆されている。2003年に副料の作者自身による改作が発表されて、その記録を更新した。2015年には、理論上の最短手数である73手の来たるべきものが発表された。最長手数の煙詰めは、1983年に発表された。 妖精が20年以上の長い間その地位を保ってきた。この作品は馬の小切りと呼ばれる趣向を利用し、盤面の駒の数を減らすことなくて数を増やすことに成功している。2004年になって200手を超える作品が続けて発表され最長手数記録を更新した。茨の森、妖精2の2作品は妖精でも使用されていた。 馬の小切りの手順を複雑化することにより、手数を伸ばすことに成功した。2010年に239手の作品が発表されている。2012年には、添川氏によって、妖精2の開案が発表された。煙詰めも詰め将棋であるので、玉方は大手を防ぐために持ち駒を使用できる。この場合、発生した合駒も、詰め上がりまでに消さなくてはならない。 多くの作品では、アイゴマは登場しないか登場しても、不のみである。アイゴマで有名な作品には、五種六回のアイゴマを含む、地獄編や、飛車の中号が登場する、春しぐれなどがある。七種類のコマすべてが、ゴマとして登場する作品も何作か、発表されている。その中で、藤本は試作に純烈七種号演詰めがある。伊藤高美の小説、 8月の路上に捨てるには、登場人物が煙詰めについて語るシーンがある。手が進むたびに駒がなくなっていく煙詰めに、味方が少なくなっていく自分を重ね合わせている。新、必殺死を記念だ以後は、大手無用では、将棋をめぐるトラブルへの復讐話を煙詰めになぞらえ、4人の犯人が1人ずつ消されていく。最後の1人は、 煙詰めの詰将棋にのめり込みながら仕置きされる。なお、伊藤総監役で騎手の伊藤家がゲスト出演しており、本作では煙詰めは伊藤総監が考案し、弟が完成させたと説明されている。NHK の銀河テレビ小説の煙米にしみるでは、冒頭のタイトルに伊藤漢字作の煙詰めが使用され、回ごとに数手ずつ進み、 最終回に積み上がるという思考がなされた。青野照一は七段の頃、この盤面にて駒を刺す役を演じた。漢字賞作品集、P78、爪将棋探検隊、P75、漢字賞作品集、P101、公文社将棋シリーズ古典爪将棋、P269。ありがとうございます。